サンゴ礁の海から。はい、サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ではサンゴ礁の海からのツアーのコンセプトを3つ皆さんにご案内させていただきます。まずは1つ目、オープン当時からこだわっている少人数で行うスノーケリングツアーを開催しております。総定員は4名様まで行う少人数のツアーというのは大きな大きなメリットがいっぱいあります。小さなお子様の人見知りから始まり、初心者の方、海に対してトラウマのある方々に対してしっかりサポート、ベテランの方にはベテランの方の自由度の高いツアーを実現させていただいております。そして2つ目、ツアーエリアは石垣島の東海岸猪田海域でシュノーケリングツアーを行っております。誰もいないが自慢の開放感たっぷりの海を、そしてエリアが変わればまた水中のサンゴの様子が変わってくるというものです。そういったところも含めていっぱいご紹介させていただいております。そして3つ目、快適ツアーを開催するため、まずは準備物は水着だけ、これさえご用意いただければあとは海をお楽しみいただけるように事務所の設備、そしてアメニティ、いろんなものをご用意させていただいております。それでは今からサンゴ礁の海からのスノーケリングツアーの様子をご紹介していきます。どうぞご覧ください。それでは今から事務所のご紹介をします。事務所の中に入れば、まずお出迎えしてくれるのはてるてる坊主の春尾くんです。そしてシュノーケルに必要な機材が並んでおります。こちらウェットスーツ、4名様までのツアーではありますがサイズは豊富に取り揃えております。一番小さいのは実は90センチから10センチ刻みでご用意しております。そしてこちらマスクとシュノーケル、その下にはフィンも並んでおります。ぐるっと回ればこちら皆さんが座る申し込み書をご記入とされる場所、少人数ですのでもちろん椅子は4つまで、ここで全ての機材合わせを行っていきます。そして空港から近いということで到着日、ご旅行最終日にご参加される方用に更衣室、全部で3つ、もちろんトイレもございます。こちら2つあります。アメニティはバスタオル、こちらケースの中にはバスタオルご用意しております。その下よく忘れがちサンダルも無料レンタルございます。裸足で履くタイプのフィンなのでマリンブーツである必要はありません。濡れた水着ラッシュガードは脱水機もご自由にご利用いただいてます。そしてここは身支度台、ドライヤーも2つ、
その他もろもろアメニティはご用意しております。コンセプトは水着のみで大丈夫、ご参加いただけるようにしております。こちらはシャワー室になります。シャワーは屋外の方にあって全部で3機。もちろん温かいお湯も出ます。海は体が冷える場所、体を温めて身支度できるようにさせていただいております。